そこ降りちゃったらまたミラコスタから入ればいいぜ。ゲートがあるんだから。うん、はい、だ2デイだからそれは入ることはできるよ。もう一泊してよ。本当に、うん、それはできる。一泊して朝帰るの一番もったいないよな。そうするとまた一日痛くなるよな。そうするとまた次も痛くなるんだよな。これなくてさ、100万以上。いや、どれぐらいかかるんだろうね。だって一日の金額ってすごいかかるでしょ。2人で食料もだってレストランで、うん、だいたいそういう人はレストランで全部固めるだろうし、そういうところで食べるか、うん、そういうのさ、上のクラスの部屋でやる人がいるんだからね、すごいよね。俺はトスカーナで十分ですよ。上のクラスでこんなことだいたいそういう人しかやらない。え、でもミラコスとか入るんだよ。そうだね。違うサイドの部屋だね。パスポートか、俺か。リゾートラインまとめて持ってて。持ってて。もしかしたら回るかもしれないよ、まだ。カードキーはもう出たんだよな。すぐにその買い物だけ行っちゃう。降りて。ここで最後にする。そこは最後だよ。